こんにちは高橋着物工房の高橋ですえっと今日はですねなんちゃって銀座結び <laughs> このなんちゃってってなんだよっていう感じなんですがだいたいね一番最初やっぱりあのお太鼓はねあの名古屋であれ二重太鼓であれお太鼓習うのかなと特にあの二重太鼓よりは名古屋を先に習うのかなとで。 ど,どうであれ、とにかくちょっとああこっちがこうだったあっちがそうだったっていうことがあっても体に着物を自分で着られるようになるとすごく嬉しくなるじゃないですか。で、お太鼓、なんとか、まあ、赤点ではないよねっていうくらいのね、<laughs> あのなんか一つ曲がっちゃったけど。 まあ許せるよねとかねあの羽織着ちゃえば分かんないよねとかねなんかそれでお出かけなんかできるようになっちゃうとだんだんあの必ず銀座結びっていうのを憧れちゃったりしますよね。銀座結び 難しいことはないけどもやっぱりやっと一つ覚えたところに次別な結びっていうとねこう混乱しちゃったりね銀座苦手なんですよっていうのも、ね、言う方もね結構いらっしゃったりするんですよねでね、うん、と帯の種類とか帯の長さによってあのなんか長すぎたりする長すぎたりする帯はこう銀座ってこうちょっと行ったり来たりしたりするからちょっとねあの帯が、えー、と長すぎても大丈夫かな。 まああの短いっていうのが一番問題かな。 その時にえっに、と、短い帯って銀座結びやりにくいんですよね、ちょっと長さ使う感じがあって、でえっと、ちょっと短めでもあの銀座ができる、銀座っぽくなるっていうのをね、この間のちっちゃいお太鼓のおすすめに続きまして、第2弾、ねあの、ちっちゃい帯なんだけどあの、ちょっと銀座っぽくするっていうのをあのちょっと、ね、やってみたいと思います。はい早速いきますで えー、この帯ね、実はね、こう瓶型です。瓶型なんだけど。 私染めたの <laughs> かなり何年も前に B 型染め教室をあの出張で来ていただいてお店でやった時にですねあの私も染めてですねあのなかなかあんまり染めてないんですがというのは当時の体型なのでまあ今、義理なんですねそれであのあこんなに太っちゃったんだなっていうのもある,ある今しめもうそうだけど悲しくもなるからあんまり染めてないんですねただあの今日、それを私染めたっていうのを見せたくてね持ってきた <laughs>。 <laughs> ねでねクリップ2個ですね、私ね、これ一緒です、だからほぼ一緒、ただ、ほんのほんのちょっとだけちょっとだけ気持ち長く取ろうかな、はい、で肩にこう輪を乗せるのもあの私の、えー、結びの,あの前にねお太鼓結びやったんですけど、その,そのままです、で特に変わったことは、まあ、途中まではないです、はい、でねこうやって2周ねこうやって巻いてきますね。 あら、意外とこの帯この着物に <laughs> 適当に持ってきた割にはあのああ合うかもしれないねあだってね同じ紫入ってるねああらほらあらちょっと良かったかもねこれ持ってきて <laughs> ねでねこうやって2回巻きますよねで2回巻いてクッ、まあ、と締めますはい。 でザクッとここまではいつもの通りですねいつもの通りでこうやって内側にパタンと落としてくるもいつもの通りねでじゃあこれですこの手先をパタンと下ろすんですがこの下ろした手先普通こっちに持ってきてでここで収めるんですけどこれをですねギュッと折ってここでねまあ二山二ひだ取ってね これ柔らかい帯の時はねこれをやってくれたらいいし柔らかくなかったらやらなきゃいいってい話なんですがちょっとね最初取ってみますねこうやってねゴムで留めちゃいますよでこれでこのままね落ちないようにここに邪魔,邪魔しないようにねここに押さえておきますで、えー、っとノーマルでも、えー、っと銀座結び用でもいい,い,いのでちっちゃいのがいいです。 でパタンと倒してねこう,こうですねで「えい」ってしょいますでクーっと下げます乗りましたねはいここね乗りましたねでまあこれ結んでおきますがまああの帯揚げ帯揚げここであとかけてください今めんどくさいから <laughs> 帯揚げかけないけど今ねでねこれでこの中ね こ,の中ここの中ね中平らにねキュッって引っ張って開いて開いてね整えますねここの中ねでこの人ぐしゃぐしゃのままでいいんですよここ本当はここまっすぐにしましょうって言ってるところですけどここぐしゃぐしゃのままで全然いいですで帯締めで本来お太鼓の大きさを取るイメージであのこれをこう見ますねでねこう。 下入れていくじゃないいですか入れていくんだけど作り方としてはこう下げないでこうこの下線までねキュッと持ち上げるんですよこうキュッと持ち上げるこっちもこの大体いい帯の下線までキュッと持ち上げるとなんかふわっとするでしょで、ね、きれいに整えすぎない中をね整えすぎないんですでこのままここで結んで上げてくる。 きゅってで最初から上で結ばずにねこの線からほんの少しぐらいね外れないようにね少し上の方にしてキュッお太鼓なのにこれどうすんのよっていう感じですけどあのまだまだ置いててくださいねでねこれをこうやって上げていきますねこうやってねこうやってここのまんまここはこのまんま。 でこうやっててて上上げげききます、ね、上げてきますすこっちもこここのまんまでこう上げてきますこうやってねまたあとで上げましょうねねここまで上げたらねだいたい半分ぐらいまでいきました、ね、そしたらこの人ねこのねこう折れ曲がってお太鼓の中こういうふうになってますよねこれをこっちに上げないでこれを土台にしてねもしすごい長かったら折りたたんでここにね あのここを通してこれをこうこうですねつかませてここに手が出てきてますからここ,、ねこ,こ,ね、ここに手が出てきてますここねここにつかませてエイトでここくしゃくしゃのまんまねこうやって抜くでここなんかくしゃくしゃしてるよっていう感じ <laughs> ねこっちもちょっと。 ほらだって取ったんですもん、もくしゃくしゃしてるに決まってるじゃないですか、ここ、こうやって、ねくしゃくしゃ、ね、でもなんかこれで、あれあれなんかちょっと銀座結びっぽくない <laughs> っていうひどいごまかしです。で、クリップね忘れないで取ってくださいよし。後ろのクリップもねここに中に挟んであるクリップ取りますよあ、ちょっと、帯締め、あそ,うそうそうそう、こうこうで気をつけなきゃいけないのが。 この帯締めに引っかかると、取りにくいです <laughs> で。いいですかね。うんと、ここ。ここね。あの、ここ。ここが。いわゆる。あの銀座結びの手先みたいに見え、見えませんか。要は帯締め。で、抑えなかっただけの話なんですが。でも。わかります。なんかふわっとした可愛らしさが出るっていうね。 でまあ、こここうやって下ろしてあげてこうやって膨らましてあげたりするとあのなんとなくあの銀座銀座テイストですそしてこれへいこね <laughs> 背中押しつけて潰しました今んか潰してもなんとなくなんとなくそれっぽいというね まあ気が付気がいたらちょっとねこうやって膨らましてあげたらねまあそれだけでも雰囲気が出ると思うけどなんかあの絶対銀座結びの結び方じゃないとっていうことではなくってなんかこんなちょっとだけ手先入れる手先を。 帯締めにかませないで上に載せますっていうだけなんだけどでも結構気軽な日常着物としてはうん暑い時もそうですけどいいかなというふうに思いますあの硬い硬すぎる帯っていうか、えっと柔らかくなくって張り感がほどほどあるっていうものでもちょっとやってみますねはいどうでしょう <laughs> これあの硬めの帯ででちょっと あの短いという想定で,です、ねえー、と結んでみましたあのさっき、ね、手先を,、ね手先をえー、とちょっと、ね、あのくしゃくしゃにしたじゃないですかゴム使ってねこれはただ,ただあるものをここに突っ込んで例えば、ね、すごく帯の長くて困っている人。 ここにいっぱい,取ったらいいいっっぱ取たらんですよ何回かグリグリっとでこのここにねあの入れてしまえばいいのかなとでこうやって今、えー、とお,お太鼓もあのんと普通のお太鼓だったら、えー、とこう持ち上げてこの2枚をこうやって帯締めで押さあのこうえるんですけどこれペロッとほら銀座のように銀座のようにね銀座のように。ね ここに帯締め入れます。これね相当短い帯でもね全然楽勝でやれるので、えー、こんな感じでか、えー、い針のあるものだったらくしゃっとするとねなんか跡がつきやすいから、えっと、ただ突っ込むっていう方法でやってもいいかなとなんかそれっぽい感じに、ね、なりますので是非試してみてください。それではまた来週。